本日骨太方針2017に向けて議論を開始いたしました。民間議員からは超スマート社会の実現、ソサエティ 5.0、 イノベーションの創出を通じて日本経済の潜在成長率を引き上げていくため、骨太方針を貫く基本的考え方を、人材への投資を通じた経済社会の生産性の引き上げにおき、その大方針のもと包括的に政策を推進すべきとの提言をいたしました。安倍内閣は一億総活躍、働き方改革と進めてきましたが、成長戦略の中心に人材への投資による生産性向上を据える方向でしっかりと議論を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。プレスの皆様、ご退出をお願いいたします。